これは、鎌倉郡の方から歩いてまいりました。そうしますと、この通源橋というのがですね、こういう通源橋ね、これをまっすぐ行きますと水泉寺があります。ロカもなかなかいいですね。ロカもなかなかいいですね。そしてこちらの方にこういうふうにね、今や愛されたいたしそんな感じですね。でこの浦和水泉寺ですかね、水泉寺の方から流れてきていますね。そしてこの沿道にずっと愛されが今や満開ですね。アジサイが満開ですね。大輪のアジサイが咲いてますね。大輪のアジサイが咲いてます。これまっすぐ、ここから500-600m 参りますと水泉寺があります。さらにここにも、歴史的風土水泉寺特別保存ってありますね。この上にも結構愛妻が満開ですね。そしてこれをまっすぐ行きますと、まだそしてさらにこう行きますと、ちょっとこれは無水だね。無水ですが、この50m ぐらい先に見えるのが三門ですね。三門、流泉の三門で、ここにですね、金塀ですね、金魚の下の中で随泉という感じで、そしてこちらに行って愛妻がこちらの方にございます。この正面が随泉の方になります。まだ例によって上空がもう広い。そしてこれが三門ですね。三門を入りますと、もう、境内の中までちょっと住宅街が出てますが、この先が、そうです、随泉寺ですね。そしてこちらに配線コースが、すぐ、住宅街先の配線コースがあります。本当にうるさいね。本当にそう思いますね。